ひまし湯。今バイオゼロの HD リマスターをやっています。弟がダウンロード版買ったやつです。弟と今 PS4 のアカウントを共有してまして、弟は東京にいるんですが、私は函館にいて、だから2人でトロフィー取ってんですけど、弟は基本楽しいとこだけやってやってっちゅうか、や楽しいとこだけやり散らかして残りを私に押し付けてきますと。本編を一回、本編を一周して、めんどくさいトロフィーは全部私に取らせますと。まあ別に単なる趣味なんで、めんどくさければやんなきゃいいんですけど、トロフィーなんて自己満、自己満でしかないから、ないから取りたくなきゃ取んなくてもいいんですけど、私ゲームに関しては昔から完璧主義じゃないですか、完璧主義じゃないですか、だから取らないと気が済まないから取ってます。バイオ7もトロフィー全部取ったし、バイオのリベ2のトロフィーも全部取ったし、リベ2はトロフィートロコンした後も膨大な要素が背後にあるんですけど、それは暇になったらやります。暇で暇でしょうがなくなったらやりますが、で今バイオゼロの HD リマスターのトロフィーを取ろうとしてます。ようやく今一周終えたところなんで、ノーマルでこの後リーチハンターとかウェスカーモードとか無限マグナムリボルバーで、ノーセーブノーハーブプレイノーリプライ。銀の砂時計ノーリプライ。ボヘミアンボヘミアントレビアンパラマウンと体が楽よ。パラマウント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 で、今バイオゼロをやってて、Young hearts will meet tonight. バイオゼロをやってますよ。バイオゼロを。あれ、ほんと難しいんですよ。なんかカプコンのゲームだから。一回ノーマルで始めて、セーブせずにほほほいってやってたら、列車終えて、養成所の一階でギターマーカスに殺されて、おうおう死んじゃったぜって言ったら、あの、ね、You are dead って出るでしょ。で、そのタイトル画面戻されて、おうおうっつって、おう、これどうすんだっつって、ロードゲーム選んだら、ノーデータ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 っていう、あの、カービィの有名なやるでしょ。0%、0%、0% って。あれみたいな感じよ。ノーデータ、ノーデータ、ノーデータ、ノーデータって。ノーだったんです。ノーだった。画面オーベル。ティメオベラ、ノビタをプロデュース、ノビタじゃない、ノブタだね、ノブタをプロデュース、劇団プロデューヌ、最強、最強最強って、最強のシュリンガン、シュリンガンのグリンダイ、グリンダイのポンポコピーのポンポコナの超級名のチョウスケ、光やチョウスケ頭がパー、正義が勝つとは限らない、グリングリンチョリンってチョリンチョリンパリンって軍艦軍艦挑戦、ハワイ軍艦ハワイ空母空母エンターエンターエンタープライズエンタープライズ空母じゃないだろ、スペースシャトルかなんかだろ、エンブリオエンリコ
エンリコ、あの笑顔、あの笑顔は、空耳ですな、バイオ。あの笑顔、エンリコ、エイトー。So cute. Let's regroup. Roger. I'll go alone. Okay. Follow me. Roger. You stay here. Sure. Let's regroup. Roger. 英語なんだよね。そう。英語といえば、ナタリアも英語中。だから、英語音声でやってると、こう今度、リベ2、バイオのリベ2の話ですけど、グラスプっていうね、見えない敵が出てくるんですよ。バリーはやっぱりなんで単身であの島行ったんですか？ナタリアと会えたのは偶然ですよ。だから知らない人のために一から説明すると、バイオハザードのリベレーションズ2というねゲームでは、クレアっていう主人公、女の主人公と、バリーっていうおっさんの男の主人公を2人主人公で、とあるもう化け物だらけのことを探検するっていうゲームなんですが、バリーはクレアより遅れて島に入ってる。そこの島がもう化け物だらけだろうなっていうのは分かる状態で島に行くんですね。でバリーってそういう化け物と戦ってる組織の一員だから、もっとマンパワーつぎ込めんだ方が良かったと思うんですよ。で案の定短期突撃したら、途中でね全く姿が見えない化け物、グラスプっていうんですけど、が出てくるわけ。で偶然に島に上陸した時に、そのグラスプの姿も見えるナタリアという少女と出会っていたから難を逃れられたんですが、ナタリアと会ってなかったらバリーは死んでたと思います。グラスプにやられてたと思います。私はまあその辺のストーリーのあらがあるよね、あのゲームは。で、何の話だっけ？バリー、バリー、バリー、ワスカー、ワスカー、 Long time no see, Chris. ワスカー、 How rude. クラシュリーだね。てこひー。はいはい、でナタリアがだグラスプの位置を教えてくれるんですけど、英語で喋るので、別に日本語音声にもオプションでできるんですけど、英語にしてると英語で喋るので、そうすると字幕出ないの、ナタリアのセリフ。もっと右とかもっと左とか、そこじゃないとか、どんどんこっち来てるみたいなことナタリア言うんだけど、英語なの全部で、字幕も出ないから分かんないと言われています。 No! On the right! 右よって。 More left! もっと左。 Come closer! Come closer? でもっとこっち来いだよね。 Come closer! 近を寄れです。 Come closer!寝るようになっちゃう。やっぱりせめて字幕は出してやるべきだと思いました。 Behind you、 後ろだ、お前の後ろだ、 Behind you ですよ。志村後ろって、志村 Behind you ということですね。後ろの百太郎、バリバリ最強ナンバーワン。そうそうそう。
仮面ライダースーパーワンワンワン釣り鐘デカメロディ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 ケイドファ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 イズダーボートOnly in a decade. Buy it. たった10年で?って言ってます。Doubled. Only in a decade. ダブルとディケイドでこう D で韻踏んでるのが、頭の韻を踏んでいるのが好き。ザクロ、カレンズ、三種のベリー。ナッツと果実がぎゅーっと詰まったこの CM やってたの誰だっけこの CM に出ていた女性タレント芸能人なんか能年のような気がしていますがああ、ノーネン、いいね、ノーネン。ノーネン、本読みですから。本読みの名字が好きだって話は、したよね。したでしょ。ノーもネンも本読み、全部本読みですからね。ゴーリキとかさ。ゴーリキはちょっと狙いすぎだよね、やっぱりなんか。なんか、鬼面組的な漫画家が、一生懸命考えました。そういうなんか受け狙い精神が見え隠れするから、そんなに。だって能年は意味わかんないじゃない。どういう由来なんだろうっていうのが全然想像もつかない。で、ゆとよみが一番好きです。そんなに例はありません。多分。豊臣の名字今パッと思いつくのは岩合岩合ですね写真家岩合光明あの猫の人わかんないやタイボン岩合ですよユアゴウォーウォー惑星がブロークンブーブーフーフーファイターズで、話をバイオゼロに戻すとまあ難しいらしいですよ。歴代バイオの中でも。確かに、あるよ。いきなり分離するし。分離する。レベッカとビリーという二人の主人公がいるんですけど、いきなりこう単独行動に強制的にさせられる一人が穴に落ちてとかさなんか一人が穴の上に行ってとかさ穴ばっかりだな一人は船を作り一人はそれをこぎ一人はバンプのバンプってどういう意味?バンプ。そのバンプは違う。それは VAMP。バンパイアの略です。小読みバンプね。バンプ。バンプ。バンプってメタギア2にも出てたね。メタルギアソリッドの2に。バンプとフォーチュンとファットマン。ハッハッハッハ。って言いながら爆弾仕掛けるファットマン英語版だね英語版だから多分サブスタンスかなんかを
弟がやってるのを見た、メタギアツは確か Look, your favorite! って言いながら爆弾仕掛けていくファットマン。なんか劇場版の天川明人みたいな格好してたファットマン。ダーイって言いながらなんかサブマシンが撃ってくるファットマン。チャーチャーチャララー、違うな、じゃあタイガーマスクだ、それは。チャー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 、うん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 、オッケー。でバイオゼロですね。だから虎の穴ウェブサイトと、で、で、そうだ。最初に戦う大ボスにスティンガーというでかいサソリがいるんです。バイオゼロ。サソリ、甲殻類ですね。古今東西、甲殻類。チャ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 、ドン。サソリ。チャチャチャ。エビ。カニ、シャコ、ヤドカリ、ザリガニ、ロブスター、ロブスター？カブトガニ。まあ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 、まあいいや、はい。カニ、カニエケーゾ、マットクラブ。It's a madhouse. Madhouse ね。バイオセブンの最高難易度。Madhouse。ふふふふふ。Madhouse という曲がありましてね。それは GTA の VC で、V ロックで流れてたね。When other stations listeners are at school, we're shoplifting.We rocked. Wah. Hi. 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 ってなんだっけ、 Hi っていうキャラクターいるでしょ。 Hi っていうゲームのキャラクター。 Hi ってなんか鳴き声みたいに Hi って言って言って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 から始めちゃダメだし、ダメだしょ。好きって言ってていといといほーって、予作は気を切る、トイトイホー、サンアンコー、うん、ヘイホーヘイホー、ヨーホーヨーホー、アパイロスライフフォーミー、ウィプラジュプランアウェイラフランルー、ドリンクアップミアラザホー、ウィケナップンラヴァジャントンゲザホー、Drink up me out of your hole! そうそうそう。Pirates of... Pirate. Pirate. Pirates の R を L に変えるとピラティスですよ。確か。ピラティスって、なんか、何ピラティスって。なんかヨガ的な、いた、ヨガ的な、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガフレーム。
つまりヨガ桜新町、駒沢大学、三軒茶屋、池尻大橋、渋谷で、扁桃腺が DT っていうのはちょっと良くないと思うよ。 DT だから、渋谷は DT1 であり、半蔵門線が出発するからね、出発するから Z1 でもあるんですよ。あの駅の番号的に言うと半蔵門線 Z か Z だもんね。 H じゃないんだよね。 H なんかあったっけ。日比谷線か、日比谷線が H なんだな。半蔵門線だ、そう、あの駅のナンバリングは、あれはやっぱり日本語の地名が理解しにくいから、外国の方にも分かりやすいようにああいう記号をつけてるんだろうけど、同じ駅に複数の記号がつくよね。渋谷は DT1 であって Z1 であって、銀座線も出るから G1 でもあるんだよ。あといろいろあるだろう。渋谷通る副都心線、副都心線の始発じゃない、副都心線の出発の駅でしょ。 F1 なんじゃない、だから F 都心線の副都心線、和光市を和光る、副都心線が和光市を通るから。皆さん知ってますか、司法研修所って。司法試験に受かると司法修習という名の研修を義務付けられて、この研修を終えないと最終的に弁護士資格がもらえないんですが、裁判官になるにも検察官になるにも一緒ですけど、でその研修をやってる場所というか、研修の総本山が司法研修所というね、最高裁の設置している組織なんですけど、司法研修所は和光市にあるんです。埼玉の和光市、和光る、うん、天使のブラ、ラン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 ドセルはてってんてん天使のブラって、フロントホック乾いた、ワコール、ワコールやっぱり女性社員の方が多いんだろうな。化粧品の会社とか、ごちそうさまんさたばさ、お疲れ様んさ、タバサ、タバサ、アンリエッタ、ツバサ、ヌバサ、ツバサ、ツバサ、ホンダツバサ、ホンダツバサ、ホンダリク、石平原平、石だらい、金だらい、原平さんに三千点、いや、え、菅氏顔、友のよしお、バンダイナムコ、あはは、ホックマン、パックマン、ロックマン。あのね、パンデグラタン、うん、ちょっと話を戻すと、どこまで戻る？あのバンダイダンゴン、おてんもごめんなさい、これも前回も言ったよね、バンダイナムコは。多分。バンダイナムコ。
バコールだ、そうだ、バコールだ、バコール。バコールに戻すと、下着メーカー、下着メーカーっていうか、軍勢だって下着メーカーじゃん。女性の下着、女性下着メーカー。そんな知らんわ、女性下着メーカー。今パッと出るの、なんだろう、ピーチジョンだな。ピーチジョンって桃太郎から撮ってるらしいね。太郎は普通の名前だから、英語の普通の名前のジョンにしました。ジョンってどんぐらい普通なんだろう。太郎ってさ、言うほど普通じゃないじゃない。もう日本だとちょっと古風じゃない、太郎って。昔浦島は太郎と呼ぶほど愛着を持たれてないんだよね、この歌だと。名字で呼ばれてるから。名字で呼ばれてんだよ、名字で。例えるなら、今ちょっと適切な例えが出てこなかったから時間を稼いでたけど、出てこないもんは出てこない。下の名前が、定着してる人、家康かな。昔徳川はって言われてんだよ。ちょっとしっくりこないな、やっぱり。豊臣は一緒だしな。下の名前が、定着してる人誰だろう。出ないな。浦島はって助けた亀に連れられて、辰宮島、なんだ、ルルーシュかな。昔ブリタニア、ランペルージュ、クルルギはってクルルギアルルククル、ディバイド、エクスプロージョン、浦島は助けた壁に連れられて、だから太郎は古風なんだよ。まさかに担いだ金太郎、熊に隠れて小熊とデート、はいしどうどう、はいどうどう、はいしどうどう、はいどうどう。一寸法師だって。一寸法師って名前あるっけ、あいつ。だからさ、太郎はちょっと古風なんだけど、ジョンだよ、ジョン。ジョンも古風だったりするのかな。だいたいやっぱ分かんないよね、アメリカ人の名前。アメリカ人はだから移民がいろいろいすぎるからあれだな。だからこうイギリス系の名前、イギリスに限らず、フランスでもドイツでもいいけどさ、フランス人の名前ってフランス人に多い名前とか名字とか分かんないじゃん。ピエール、フランス人、リュック・ベッソン、ワサビ、フランス人誰だ、ジダンはでもアルジェリアだぞ、出身は。
シャルル・ド・ゴール、シャルルか。シャルル、ブリタニアですよ。ブリタニア。ブリ、わ、わ、わ、ブリタニア。つまり、マリアンヌ、ユリアンヌ、ソガ・アマギ、馬のバリス、枕元。うん。ほう、法華経、隣の山田くん。秋深し、隣は何をする人ぞと。春過ぎて、夏来たるらしい、白田屋の。衣干す町、天の家具山。小倉山、皆のもみじや、心あらば。今ひとたびの、みゆきまたな。君に、え、さらに尽くす一杯の酒。西の方洋館を、いで光光さん。うん、その時、いでは、発動した。いでひろし、いで隊員。古橋、ペンシル爆弾。岩本博士、オキシジェンデストロイヤー、芹沢博士、愛しき友はいずこに、ここに、Mamas don't let your babies grow up to be cowboys。そう、棒だら、暴行、暴銀、しゃ、はぁ、眠くなってきた、なんか、ピート JK、うん。同じような話ばっかりしてますな。ただ今の後は、あなたは何て言ってる？ちゃんと聞いたことがないから、何て言ってるかわかんないんだけど。私がだから覚えてる歌詞は、川くんと一緒に、晴れたらチンチン、晴れたらいっそジンジンっていう歌詞なんだけど、晴れたらチンチンだよ。犬かっていうさ、フィラリア。Love is the feeling。凛として、しぐれ。しぐれに、クジラの大和に、クジラ、ジアース、ジエンドは普段死んでいる。イルフォルノ。イルはイタリア語の漢詩です。イルピッツァエオーロっていう炒めし屋が三茶にあります。意味はわからない。かゆい馬、助けてママ、やったねパパ、明日はホームランダイ、ダイの大冒険、略称大大ですよ。ミストバーン、ミストバーン。
ミストワン、ミストワン、今夜は。はぁ、あ。ヘビがダメ、ウナギもダメ。ふわ。ライラック色。ライラック色、ライラック色ね。はあ、今日はこんなもんにしましょうか。ちょっと待って、あと20秒やります。20秒で歌える歌っていうのがあるんですよ。あのなんだっけ、あの思い出せない、あれか、あのアルプス一万弱。あれ？これかな？これ10秒だったかな？じゃあ、さようなら。おしまい。